はい、皆さんこんにちは、鉄棒でございます。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。いろんなことをまあお話しするひま坊主チャンネルでございますけれども、こちらのチャンネルも、本日8000人を超えました。登録者数8000人を超えたということで、いつもご贔屓いただきまして誠にありがとうございます。先日ですね、ワークシップマガジンさんの取材を受けたということで、このひま坊主チャンネルと前々回の動画かな、そこになるんですけども、その中でね、コメントをいただきまして、でいただいたコメントが、まあ、そういったフリーランスになりたい方に向けての雑誌の中の取材にお答えしたということで、まあ、そういう、YouTuber に、まあ、で稼げるんですかとか、まあ、どうやって今の風になったんですかみたいなコメントがいくつかありましたので、今回ちょっとそういうことにお答えしようかなと思ってます。で、もともと私あんまりこの、まあ、私のチャンネルのコンセプトでないっていうこともそうなんですけど、あんまり YouTuber のなり方とか、どうやったら YouTube で成功するとか、そんなことは今まであんまお話ししてないんですけど、こうやってなりましたみたいなことは言ってるけど、そもそも私が4万人で人気 YouTuber になったってあんま思ってないもんですから、なのであんま偉そうなこと言えないなと思ってるんですけど、ちょっとまあ質問いただいたんで、別にこうやったら人気 YouTuber になれますっていうことを私が言えるわけじゃないんですけど、こういう風になって私は今の状態で、とりあえず YouTube でお金をもらえるようになって、一人であれば食っていけるぐらいになりましたよっていうレベル、そういうレベルになるんだったら私もやってみたいっていう人がいるかもしれないので、そういう観点でお話します。決して上から目線でああしろこうしろって言うつもりはありません。ただ私はこういう風にしてきてこうなりましたっていうことを、事実に沿ってお話をさせていただきます。で、まず一つ目に、コメントで何とかを目指していたら、まあ、〇〇、何々という方向を目指していたら、気づいたら違う方向のなんちゃらで食えていたというのが世間のフリーランスだと思いますが、 YouTuber はどうなんでしょうかっていうことなんですけど、あくまで私の例ですけど、もともと目指していたところと現在いるところは違います。だからおっしゃるそれと同じです。何とかを目指してたら違うことで増えていたっていうフリーランス、まさに私それに当てはまります。大きな括りで言えば鉄道系っていうカテゴリーの中で言えば、まあ私は鉄道系の中にいるんで、そういうカテゴリーでは同じ方向性ですけど、鉄道系でもいろいろあるわけですよ。鉄道系分かんない方にもいらっしゃるかもしれないけど、お話するんですけど、私はもともと鉄道雑誌で言うと、旅と鉄道っていう鉄道雑誌があるんです。で、鉄道雑誌にもいろいろあるんですけど、旅と鉄道っていうのはどちらかっていうと鉄道の成分がすごく高い旅行雑誌的な立ち位置なんです。他のっていう鉄道雑誌っていうと、どちらかっていうともっとこう鉄道に特化した、こういう車両が今度ありまして、この車両はこういう技術を使っててみたいなものとか、この車両はこういう何々線に使われるために作られたとか、そういうことを話する、本当に鉄道のことを話すだけなんですけど、旅と鉄道っていうのは旅行雑誌的な立ち位置で、鉄道の部分がかなりフォーカスされているっていうもので、私が本来やりたかったのは、英語で訪日外国人に向けてこういう旅と鉄道的なコンセプトでやるっていうチャンネルをもともとやりたかった。で、そもそもそういう英語の、日本語の日本の鉄道旅行を英語で紹介するブログっていうのを10年以上前からやっていて、で、これをもともと YouTube にするっていうことで始めたんです。私は YouTube を、なのでどちらかっていうと Vlog 的に旅に出る、鉄道に乗って旅に出るようなものを英語で紹介しつつ、なおかつ、成田エクスプレスで東京駅の総武線の地下ホームについて、そこから東北新幹線に乗るのに乗り換えはどうしたらいいかみたいな、そういう乗り換えの動画とかを、そういうお役立ち情報も含めつつ、日本の鉄道で旅する人に向けたもう動画を英語で配信するっていうものをやりたかったんです。ただこれはですね、コロナでもアウトになっちゃったと、できなくなっちゃったと。で、コロナでできなくなって、でどうしようかなって考えたんですよ。本当にずっとそのブログをやってきて、で YouTube に切り替えて、初めてその YouTube のネタを取りに行くために日本に行ったのが、コロナにちょうどなる前の本当に2月、ちょうど後から振り返れば、札幌の雪まつりの辺でクラスターがあったんじゃないかって後から振り返る、私その頃北海道にいたっていうことなんで、北海道にいたんですけど、動画撮りに行くために。でそこでなんかとにかくしなきゃいけないなと思って、鉄道解説っていうのを始めるわけですよ。
最初はすごい簡単なところから東海道新幹線の歴史とかいうことから始めたんですよ、ね、でまあこれ私一つ目のターニングポイントだと思うんですけど、とにかく続けなきゃいけない、継続しなきゃいけないと思ったんです。いずれコロナは終わるから、そうするとまた戻ってくるはずだから私は続けなきゃいけないと思ったんです。で、あの継続は力なりって日本語でよく言いますけど、私これはね本当にそうだと思う。なんかとにかくやるって決めたら、うん、続けていかなきゃいけないなと思います。でこれ続けていったことによって結果として、まあ、英語でまあ週に1回とかだけど細々とまあ何かしらこうコンテンツをやっていった。でだんだんちょっとそのリニアの大井川の水の問題とかちょっとずつだんだんもうマニアックなとこをやらないとネタが尽きてくるからやり始めたんですけど、それがあの後々資産になって、であのそれを日本語に流用することができたんです。で、あの私ね、北海道新幹線が今新函館北斗駅までしか行ってないんですけど、そこからずっと今札幌駅まで工事してるんですね。でその工事して北海道新幹線が札幌まで行くのにどういうルートを通っていくかっていうことをバーチャルツアー、 Google Earth というあのアプリケーションを使って、あの Google マップじゃなくて Google Earth でこう動くんですよね。動いて、しかもそれをあの動画として書き出しできるんで、それを作ってずっとこうやってタタタタって進んでいって札幌まで行くようなこういう動画を作ったんですよ、ね、でこれを最初英語で流したんですけど、 それを今度日本語に焼き直して日本語でも出した。ただまあ日本語の字幕つけてただけなんですけどね、流したんですよ。そうするとこれが再生され始めた、日本語チャンネルの方で。なので英語で作ってたものが決してまあ1年2ヶ月かかってようやく1000人行くような弱小チャンネルでしたけど、やってたことが何かしらこう資産になっていったっていうことで、無駄な時間じゃなかったわけですよね、まあ、だから継続は力なり、まあ、もちろん何でもかんでもがむしゃらに続けてりゃいいってことではないんですけど、その時々振り返って方向性は確認しなきゃいけないのかもしれないですけれど、でも何もしないよりはマシですよ。やっぱり続けていくことは続けていく、そこの中で何かの気づきっていうのは出てくるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、Google Earth っていうのをまあ使って動画を作っていくっていうことをしたんですけど、それがねやっぱり私のチャンネルの今一つの特色になってると思います。ただ場所を説明するだけだったら Google マップをスクショしてそこに何かこう書き込めや、それで説明はできるんですけど、やっぱり動画って動くもんだから動いた方が絶対いいと思うんですよ。ですから私はなるべく動かすようにするためにその Google Earth っていうのを使って、まあ、ここで英語チャンネルを何かやるときにバーチャルツアー作るのに Google Earth っていうのを使い方を覚えたっていうのも私の動画作りの一つの資産になってる、強みになっています。でまあそういうね Google Earth を使う手法を取り入れながら英語でもやった、鉄道の解説動画を日本語でももっとよりディープにやるようにしたんですよ。そうするとこれが支持をいただいて、まあ、現在の、まあ、私の今の、 あのチャンネルのスタイルに行き着いているわけでございます。はい。でまあここがね、2つ目のターニングポイントになるのかな。やっぱこう英語で蓄積したものを日本語にうまく転用できた。やっぱりまあさっきの続けてたっていうこともあって、続けていたことで英語のそのコンテンツ、これが資産になって、その資産をうまく日本語に転換できたっていうことで、これがまあ2つ目のターニングポイントかなと思います。で、こういう動画を作るときに気をつけたのは、自分ではなんとなく知ってるけれどもはっきり知らないもので聞いたことはあるけどいまいちわからないもの、こういうものをなるべくですね、こう可視化して数値化して、でその Google Earth とかを使いながら分かりやすく説明するっていうことをテーマにしてやるようにしました。でこういう分野だと鉄道がある限り、また鉄道が常に新しく新線が建設されたりとか廃線になったりとか新しい車両が投入されたりということでネタが尽きないんですね。なのでまあこれがどんどん続けていけるっていうようなことがあって、それでまあ私はこの今の解説系っていうのをやろうというふうになったわけです。はい。なのでまあ私は鉄道の解説系という分野でやってますし、他の分野だとまたちょっと事情は違ってくるのかもしれませんけれども、まあ、持続性ですね、継続していくということと、それから途中途中でこう変化を厭わない、何かしらこう変えていくっていうのはやっぱ必要じゃないのかなと思います。はい。で2つ目にねちょっといただいたご質問ですけど、 YouTube だけで生活できるもんなんですかっていうところで、これなかなか難しい質問です。でまあぶっちゃけた話、
そうですね、チャンネル登録者が2万人ぐらいいれば食っていけるレベルになると思います。2万人いればおそらく月に2、30万円ぐらいは稼げるようになると思います。ただこれよく勘違いされて、私もよく質問されるんですけど、 YouTube やってますって言うと登録者何人いるんですかって聞かれるんですけど、登録者数イコール収益じゃないんで、必ずしも登録者がたくさんいるからといっていっぱいお金が入ってくるってわけじゃない。常に動画を出し続けないとお金は入ってこないです。極端なし、チャンネル登録者が100万人いても出した動画が再生されなければ入ってくるお金はゼロです。なのでまあ登録者がいればそれだけ人の目に触れる機会も多いし、もともと登録してる人が100万人もいるんだったら、やっぱり常に何かしら見てくれる人がいるから、ゼロってことはないんです。100万人いて動画を出して、100万人とか動画を出せば最低でも10万人ぐらい見てくれるはずですよ、普通に考えて。なんで登録者数がたくさんいるには越したことはないんですけど、やっぱり常に再生される動画っていうのを作っていかなきゃいけないんで、そういうふうに考えていくとずっと続けていくのって結構大変なんですよ。動画を出し続けないといけないから。はじめ社長だっけな、好きなことをして生きていくって言ってますけど、まあまあ確かに好きなことして私は生きてるんですけど、そんなに甘いもんでもないです。でまず好きなことを題材にして YouTube やっていきますけど、やっていったとして、それをずっとあなたは続けていきますか？何でもいいです。あなたが好きなもの、めっちゃくちゃ好きなものでもいいんですけど、じゃあそれ1年365日それについて語り続けられますか？毎日毎日、たとえ10分の動画でもいいですけど、その365日、まあ毎日出せとは言わないけど、週に3回4回10分ぐらいの動画を出して自分の好きなものについて語っていくことを5年10年20年続けていけるかということです。その持続性があるかどうかっていうのがまず大事です。それから動画編集作業ってめっちゃくちゃ地味です。当然最初は誰も雇えませんから、全部自分でやらないといけません。結構ね、まあ、最近かなりいろいろ便利なアプリも出てきたんで、昔に比べると編集作業って随分楽になったと思うんですが、それでも地味なんで、その地味な作業に、YouTube の中で面白そうにやってるところが全てじゃない、むしろその裏側の部分が大変。まあこれテレビでも何でもそうですけど、実際に見えてるところって氷山の一角なんで、その下にいろんな労力があるわけですよ。それをちゃんとできるかどうかで、私の場合はこの鉄道解説系、コロナが終わったら実際日本に行くこともできると思うんですけど、この分野で10年は語り続けられるなと思ったからやってます。ネタは多分10年尽きないなと思ったんで、だがやってます。で私は喋るのがもともと好きです。それからうんちく垂れるのも好き、資料を作るのも好き、 PC の前に1日座っていても苦にならない、自治体とか JR とかから、そういう事業者とかから出てる PDF のややこしい資料、国土交通省とかの資料、こういうのを読むのが苦にならない、読書感覚で読める、で朝から晩まで起きてる時間ずっと YouTube のことを考えても苦にならない、だからできているのかもしれません。これぐらいじゃないと私多分 YouTube 続かないと思いますよ。ちょっとやってみようかなっていうぐらいでやるとすぐ挫折すると思います。好きなことだから続けられるっていう、あとネタが尽きない、こういったところですね。そういった別に覚悟というほどのもんじゃないですけど、でそれからこれは別の YouTuber さんでタクミックさんという方、私はタクミック師匠と呼んでるんですけど、その方にもう私より登録者数多いんですけどね、その方も今専業になるかどうかなんか迷ってるみたいな動画をこの間出されて、でその方に対する私勝手なアンサー動画みたいなの作ったんですけど、専業になる、ね、リスクっていうのをそこでいろいろ説明してます。これちょっとここに、貼っときますんで、よかったらご覧になってみてください。その中でも専業になったらこういうリスクがありますよということ、お金以外のリスクがいろいろあるんで、それにもお話をしてます。はい、ということで、まあ一応私が YouTube で稼げるようになった、で専業になってなんとかやれてるっていうようなことをちょっとお話をしました。であとね、やっぱ運もあったと思います。でコロナウイルス感染症の影響ってすごい多大ですけど、私の場合それがいい方向に、あくまで後付け結果論ですけど、私の場合はいい方向に向いたんじゃないかと思います。でコロナがあったから私は旅行に行けなくて鉄道解説系っていう道を見つけた、
でコロナがなかったらこの道は見つけられなかったかもしれません。未だに訪日外国人向けの英語のチャンネルをやって、まあ、乗り鉄動画的なものとか、お役立ち動画的なことをやってたかもしれないんですけど、そのチャンネルをやってて果たしてチャンネル登録者4万人いってたかどうかって言われるとどうですかね、微妙かな、今思えば微妙だと思います。今やってみて分かったんですけど、特にお役立ち情報はダメですね、一期一会のお付き合いになってしまうんでチャンネル登録につながりません。Vlog 的なものも日本に旅行に行こうと思ってる人には見てもらえるかもしれないですけれど、日本の鉄道ファンみたいに大きなマーケットがないからそれもなかなか難しいかもしれないです。ただ日本の鉄道を英語にしてすごい再生されてる動画っていうのはたくさんあるんで、うまくいったかもしれませんけど、はっきりは言えません。ただ現実問題としてコロナでダメになって英語チャンネルを諦めて日本語に来て、日本語でやってチャンネル登録者はまあ4万人いって、でサブチャンネルも今8000人いって、まあここに至る過程の中でですね、余市町の町長と対談させていただくとか、まあ普通の生活をしてたらできないようなことをしてますので、あのコロナがあって、まあ私個人の話ですよ、コロナが良かったっていうことは言いませんけど、私の場合はそのコロナによる影響っていうのがあのいい方向に向いたのかなと思います。まあ、これも運が良かったのかなとは思います。ということで、今回はちょっと YouTuber になるというようなこと、なるにはどうしたらいいかって、なるのは別になろうと思えば別にその時その瞬間から動画撮ってなれますから、誰でもなれますけど、まあ、なってどうやったら続けていけるのか、まあ、成功できるかどうかは分かりませんが、私はこういう方法で続けてきて、とりあえずお金が稼げるようになりましたというようなことについてお話をさせていただきました。ということで以上でございます。ご視聴どうもありがとうございました。